今回はですね、この言わずと仕入れた小林タムシチンキの方から紹介していきたいと思います。まあ、開けていくんですけど、その前にこの外装の方から簡単に見ていきましょうか。はい。この通りですね。小林タムシチンキというふうに書いてあって、えー、外用、えっと、無色かな。殺虫速攻。で、皮膚病療剤。小林タムシチンキというふうに表記があります。 まあこのトレードマークはちょっとこの真ん中のやつはよくわからないんですけど、なんか曲がたまのところに国っていうふうに書いてありますね。よく見てみると和風というかそんな感じのマークで、中心の方にはこの、ちょっとライトの調子が、こうとわかりやすいかな。この地球儀が波にこう打たれているようなマークが書かれています。まあ、この地球のデザインが知られているのは、まあ、この小林タム新規が世界的に見ても、 表示の高い薬だっていうことをアピールするためでしょう。なんかオーストラリアが偉い雑な感じがするんですけどしょうがないですね。で、まあこの下の方には名古屋小林大薬房 LTD 大阪というふうに表記が入っています。まあ大薬房は小林の名前です。それぞれ見ていくんですけど、まあ蓋は小林さんシチン機っていうふうに入っていて、まあ着色限定登録というふうに書いてあります。 あんまり見たことない文言ですね。で、空間はこれですね。あの、こちらすでに空いてました。なんで、問題なく開けられますね。一応空間を見ておくと、こっちもまあ、小林大役房というふうに書いてあるんですけど、マークもあの、さっきの上に書いてあるトレードマークと一緒ですね。説明ちょっと難しい感じのマークでした。はい。下はこちら英語表記のようです。小林魂新記というふうに書いてあります。下は一緒ですね。はい。横を見てみると、 どうも中国語みたいですね、こっちは。海鮮薬水かななんだろう。大谷七規多分当て字ですね。というふうに書いてあって。あの、多分中国だと思うんですけど、それで説明書かれていますね。自由海鮮、まあ、陰能というふうに直球書いてありますね。他はまあ、か、ま、つあいしですね。大体20戦というふうに表記があります。でこの丸手が入ってるんで、大体の時代もわかりそうですね。で、 はい、こちらは、本社の表記が書いてあります。大阪市西区の京地堀。まあ、この表記で大体どの時代のものか分かりそうですね。本舗はこの、大木大のマークがトレードマークの小林大役房から販売されていますね。支社に名古屋のところもあったようです。はい、こちら背面です。適用症と用法が書かれています。まあ、今でもよく聞くようなタムシとかインキンとか、他にも何というか水虫とか書いてあるんですけど、 まあ最後はもうとにかく皮膚症には何でも効いたようですね。でこちらは患部の周りよりだんだん中へ中へと塗るべし。まあ、あの直球で塗っちゃダメっていうことなんでしょうね。で、軽きは1日1、2度、重きは3度持ちるべし。まあ、いきなりこうガバッと塗っちゃダメだよっていうようなことが書かれています。はいまあ、基本こういうふうな外装になってますね。なんというかレトロというか非常にこう昔の雰囲気を感じさせるようなパッケージになってます。 それはまあ昔の薬全般に入ことだと思うんですけど。外面見たので早速中開けていきましょう。はい。結構しっかりしてますね、箱は。はい、出ました。これですね、中にこういうふうにですね、木の、刷毛ですね。まあなんというかすごい乾燥的な形してるんですけど、まあ毛の束がついた木の棒が入ってます。これをまあ瓶の中にこうやって入れて、カムに塗ったんでしょうね。まずこれが1点と、 瓶を出しましまょうで茶の昔の瓶はですねこういうふうに外側にこういうボール紙の梱包材が入ってます結構この梱包材は割と見かけられるもんですねよし出そう出るかな結構あえユニークですねこれあの替えのコルク線がついてますね途中で線を紛失したら困らないようにちゃんと替えのものがついてますね親切です出してはい これ説明書ですね。昔の梱包材代わりになっているような感じです。出ました。はい。おラベル豪華ですね、なかなか。こちらが、と、小林多無心機としっかり書いてありますね。うん、皮膚病療剤、外用、まあ、無色でいいのかなというふうに書かれています。こうやって見ると、なかなかですね、こう、金色のデザインがあしらわれていて、非常に豪華な印象を受けます。 で、これよく見ると、下の方に瓶形模様衣装登録というふうに書かれているので、まあ、この瓶の形と、この側にこう、ポツポツが入っているデザインは衣装登録されていて、まあ、パクリはできないようになっていたみたいですね。まあ、実際のところ微妙なんですけども。で、肩には、外側の箱にもあったように、こちら、扇の中に台のマークが入っています。小林大学本のトレードマークですね。がしっかり入っているので、戦前の瓶だというふうなことがわかります。 確か、この同じ瓶の形で、このマークがないものは、まあ、あの戦後のもので、この口がゴム線か何かになっていたものだったそうですね。意外と戦後のものでも、この口がコルク線のようになっているものがあるようです。反対側。はい、特徴的な小林、田虫、チンキというエンボスが入っています。いいですね、やはり。このエンボスは何回見ても、なんいうか素敵というか、まあ、瓶の形と相まって非常に可愛らしい印象を受けますね。 ま、そことか特にエンボスはないんですけど、すごい状態がいいですね、これ。この、コロクセンの上にセルロイドかなんかのプラスチックのカバーがついているのが非常に保存状態がいいと言いますね。一回も開け,開けられてないってことです。デッドストックですね、本物の。結構これは貴重だと思います。と、こちらが説明書ですね。 こちらの説明書はちょっとこの動画中で写してどうこう説明するの難しそうな気がするんですけど一旦ちょっと広げてみますか。こうちら。昔のこの薬の説明書って薄いんですよ。で、すごい折りたたんであるんで開ける、開くときこうやってあの、破らないように気をつける必要がすごくあるので割と気を使うんですよね。怖い怖い怖い。はい、慎重に慎重に上げます慎重に。はい、うまくいきました。 いきですね、これ <laughs> ちょっと他の瓶とか映っちゃうけども、はいまあ、これちゃんとあの画像で映したいと思うんですけどはい書いてありますね最も権威あるひひび治療剤小林多無心機というふうにあります値段の表を見るに203050銭と1円があったようですということは瓶の大きさもいろいろあったんでしょうねこちらは20銭の瓶になるんで小瓶のようですよいしょちゃんと外装のデザインもされてますね はい、ちょっと動画中で映すのは難しそうなんで、またちゃんと画像とかで見やすい形しようと思うんですけど、これも結構字に起こすの、苦労そうな感じですね。とにかくかなりいろんなシチューコンーーが書かれています。よいしょ。なるほどですね。やはりあの、皮膚用のものは大体たいたみたいなんですけど、なんか脇がとかありますね。相当聞く範囲広いような気がします。 ち,ょっとちゃんと、はい、引っ張ってこれはなんか病院の院長さんのこう偉い方のインタビューのようですね、まあ、昔のお薬っていうのはこういう院長さんであるとかあの大学の教授さんであったりとかそういった偉い立場の人のコメントがお薬の権威を示すために載せられたりしますねちょっとこういうふうにちゃんと載っけておこうと思いますやっぱり水虫に効くっていうふうに書いてありますね 昔からやはりこういうタムシチンキとかですね、こういった系統のものは効果があったというふうに思われたってことですね。一応ちょっとちゃんとこういうふうに動画で映していってはいるんですけど、やっぱりだいぶ見づらいと思うんで、まあ静止画というかそういった形で見やすいようにしたいと思いますね。いや、でも本当でも貴重だと思いますね。やはりこういうの回線とか指針とかそういうのがほとんどですね。うん 皮膚病全般に効くというふうには書いてあったんですけど、多分新規というと、こういうところがやはりメインになっていたのかなと思います。で、企業情報ですね、登録商標、小林大学法というふうにあって、いろいろと企業としては、死者とかさまざまなところがあったようです。まあこういったところから年代の測定とかできるんですけど、そういったのはまあ細かいところで書いていこうかなと思います。 というか、まあ、さっきからテキストをずっと書き起こして、下の方に字幕で出してるんですけど、いやー、ほんと、あの、Google ドキュ,ドキュメントで読むなら、いくつか字は起こしてくれるんですけど、まあ、どうしてもやはり、こう、旧字体とか、あと、読み仮名がですね、横に書いてあるんで、それ反応しちゃうんで、それも書き起こしちゃうんですよ。なんで、もう字がぐちゃぐちゃになっちゃって、で、結局、大体7割ぐらいは自分で直す羽目になっちゃって、<laughs> いや、本当に大変でした。 でもう動画だとすごく読みづらいんで、またですね、まあ、インスタグラムであるとか、そういった方で、まあ、せっかく文章に起こしたんで、まあ、ノートの形にして、文章でもっと読んでもらいやすい形で公開しようかなというふうに思います。まあ、内容として書かれているのは、まあ、こういった病気がこんな風にしたらなるよとか、こういうふうに予防していればならないよとか、そういったことをまあ伝えている心得が書かれていますね、はい。ひっくり返してみましょう。 これですね、貴重だと思うのがもう一点で、これあの、ハングルと中国語の表記あるんですよ。これがすごいレアだと思います。これですね、タムシチン期、定価表っていうのと、大瓶とか小瓶とか書いてありますね、中瓶。あと、これ、仕様っていうのがあるんですよ。仕様っていうサイズがどんなものだったのかわからないんですけど、瓶の中にいろいろあるんですよ。 なんか、その中でこういったちっちゃいサイズもあったのかなと思うと非常に気になるところですね。ただ、金20銭なんですよ。ということは、小瓶が仕様だったのかとか、ちょっとわかんないとこありますよね。この瓶20銭なんで。で、ハングルでいろいろと書かれてるんですけど、用法量とかですね。で、こっちは中国語なんですよ。当て字で、大棒日新機っていうふうに書いてあるんですけど、これで多分小林多摩新規とか読むのかなというふうに思います。一元三角とか、ちゃんと中国の 価格の表記になってましてで、あともですね、ちょっと中国語を読めないんですけども、そちらでですねこう、ちゃんと説明が書かれています。で、これなんでこのわざわざこのハングルと中国語の表記があるかっていうと、このタムシンキが海外輸出、特に韓国と中国にされたってことなんですね。それはつまり、この韓国と中国が日本の支配下にあった時代ということなんですよ。だからこの表記がされてるっていう時点で、時代としては戦前。 まあ日本が韓国とか中国ですね、支配してた頃の時代のものっていうのが分かるんですね。これだけで。ということで、もうこれはもう戦前の貴重な資料で間違いないということが分かります。まあ、これやはりこの昔のものを集めている上で、この韓国とか中国のですね、表記がパッケージにあったり、はたまた瓶に演奏されているものもあるんですね。そちらはどうしても貴重なものになりますんで、見かけるとこうテンションが上がると言いますか、やはり貴重なものだなというふうに思いますね。 とりあえずこの説明書は非常に資料的価値も高いものですので嬉しくなりましたねとあともう1点ですねこっちは先ほどのパッケージに比べて大きいサイズになってます一回り大きいですよねのセロハンが残ってるんですけどもうちょっとボロボロなんであまり気にしなくていいかなというふうに思いますよいしょじゃあセッティングして開けていきましょうあのパッケージ自体はさっきと一緒ですもうほとんど変わんないですねほとんどというか一緒です うん。セロファンが残ってるぐらいで。あと、この、実は風間もこっちやついてないです。破れているどころかですね、こっちがですね、こですね、こっちはないんですね、元から。うん、では、開けていきましょう。ちょっとなんかこっち雨に打たれたような、なんかふやっとしてるんですよね、感覚が。はい、無事開きました。あ、空間ついてるわ。どうも、セロファン側に捉えたみたいです。はい。瓶出しましょう。 こっちも説明書ちゃんとついてます。はい、出ました。瓶ですね。こっちもですね、同じもんですん、ね、で、ラベルのデザインも一緒です。ただ、こっちは瓶の大きさが若干違います。うん、とゴージャスな、金色のですね、ラベルがあって、小林タムシンキっていうふうにあるんですけど、さっきの瓶と比べて大きさが違いますね。うん、この通り、一回りぐらい違います。だいぶ大きな差ですね。だいぶ違います。はい、この通りですね。 だいたいまあ、値段としてはこっちが20銭で、こっちが30銭になるのかなと思います。となると1円の日に相当きそうですね。どんなデザインだったんだろう。小林、タムシチンキと、ちゃんとこっちもエモー入ってます。そこはないんですけど、やはり肩には、トレードマークの小林大悪棒のマークがバッチリ入ってます。こちらももう、このセロハンというか、プラスチックというか、しっかりカバーがされてるんで、未開封ですね、完全に。ただユニークなのがですね、 こう中の成分がですね、長いうちに結晶化したのか、本当に尖った結晶みたいなものが中に見えるんですよね。これがなかなかこう綺麗というか、私としては面白いなというふうに思います。もう中身はもう完全に蒸発しちゃったってことですね。説明書にもアルコールってあったんで、中身消えちゃったんでしょうね。はい、最後。こっちは、説明書はもうさっきと一緒ですね。大きさが一回り大きいかぐらいかだと思います。 なんでまあ、これはまあ、割愛しちゃうかなと思います。説明書でもしっかりついてます。ただ、この瓶ですね、ユニークなのが小林タムシチンキや他に、この瓶の形で、あの、白字の陶器製のものがあるんですよ。白い陶器で、この裏側のエンボスっていうのが、えー、アルファベットじゃなくって、日本語で小林タムシチンキって入っているものがあるんです。でそちら、そこに統制番号が入っていることがあるんで、どうも戦時中に焼かれたものみたいなんですね。 元ガラスの容器が陶製陶器になった理由っていうのはあまりですね、はっきりしないんですけど、私としてはガラス工場が被害にあって、ガラス容器が作れなくなった時に陶器で代用したのかなというふうに考えています。その陶製陶器も非常に貴重なんですけど、もう一つ、あの、円陶器の瓶もあるんですよ。普通のコルク線のこういった感じの瓶で,で、そちらの瓶には横から小林。 で、縦にタムシチンキってエンボスがある瓶があって、そちらもレアというか非常に貴重みたいなんですね。おいおいこの小林タムシチンキを探しているうちにゲットしたいなというふうに思っています。あと余談なんですけど、瓶界では有名な若本っていう瓶があるんです。栄養剤のですね。今も若本っていうところを売られてるんですけど、その若本でこの瓶にそっくりな瓶があるんです。この点の部分がこの渦巻きになってて、で、若本って斜めに書いてある。 で、その他以外すべてこの小林田虫蜃菌のこれと同じ形の瓶というのがあって、まあ、一説によるとパクったんじゃないかとか言われてるんですが、まあ本当のところは不明です。で、その若本もものすごいレアなんですよね。全然見かけたことがないので。ですんで、まあ、この田虫蜃菌つながりでぜひともですね、まあお薬つながりというか手に入れてみたい瓶だなというふうに思っています。ひとまずで,ですね、今回この小林田虫蜃菌の紹介はこちらで終わりにしたいと思います。 この説明書っていうのがですね、ついてるっていうのは、ほとんどもうネット上には出回ってないと思うんで、やはり資料的に価値のある動画になるんじゃないかなというふうに思っています。やはりこのですね、まあ、裏側の表記っていうのは、時代を非常に物語っているものだなというふうに考えますね。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃお楽しみお待ちください。